puedo gritar. Dice cosas. Dice cosas. ちょっと待って、いいでしょ。しかし皆さんお元気で何よりですね。いや、本当、本当のこと言う。年配の方ばっかりだと思ってさ、若い方が見てくださいこの熱気。イエーイ。ありがとうございます。来年、こっちの50周年なんですけども、東京オリンピックでしょ。 私東京オリンピックの年に出るしてるんです。東京オリンピックは南の方です。ぜひ皆さんよろしかったら応援していただければ嬉しいと思います。あ、じゃあ365歩のマーチ行っちゃっていいでしょうか。大丈夫ですよ。じゃあ行きましょう。皆さんよろしくお願いします。 Thank you.
じゃあさ、もう一曲くらい盆踊りやる。残ったメンバーで盆踊りやるか。ちょっと上の歌手の皆さん大丈夫ですか。せっかくだから新曲の虹の東京もまたやってみる。よっしゃ、じゃあもう一曲だけやろう。やるぞ。あの演奏してる人でも踊りたくなった人は踊りに行っても大丈夫だからね。こっちが人数が結構座っても我慢ならない人は踊りに行ってください。じゃあ最後にこれ一曲踊って今年は終わりにしようか。あのアンサンブル東京は本当に毎年来てくださってありがとうございます。今年で5回目になります。あのスタッフの皆さん、それからこの会場あのワークショップ、プロジェクトのワークショップの皆さんにも改めて拍手を。それからあの音響さん、照明さん、あと舞台作った人たちがいっぱいいます。みんなにも拍手を。多分来年が最後になりますので、まあ、今年やって来年またどっかでバーンとあのオリンピック時期に重なっちゃうから、本当にいつできるか分かんないけど、まあうまく間を縫ってやりたいと思いますので、来年もまたやりたいと思います。もしかして来年の今頃この虹の東京が大ヒットしている予定なので、もうこんな会場じゃ無理で、もっと広いとこじゃないと無理かもしれないが、本当は東京タワーでやりたいなと思ってます。
してください。あとワークショップ参加して一緒に演奏するのもありですので、改めてアンサンブル東京のスタッフその他皆さんに拍手を。ではですね、では片付けもみんなでやれるとすごい嬉しいので、残れる人残ってて片付けて手伝っててください。どうもありがとうございました。イエーイ。あの片付けの手順、あの櫓の上から山口さんが来ますので、はい、お供バンドワークショップの皆さんどうもありがとうございました。はい、それでは、続いての演目ですね、皆さんと一緒に、大風呂敷を畳みたいと思いますので、ここのですね、櫓の周り、櫓のこのステージ側の下の方にですね、皆さん手伝っていただける方はぜひ集合していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。頑張るぞ。今日はですね、この大風呂敷、1、2、3、4、5、6枚、そして、